高田博子は日本のソプラノ歌手、日期会,会員。姉はバイオリニストの高田里子。1971年、大阪府豊中市の生まれ、音楽への理解と造形の深い両親の下で育った。大阪府立豊中高等学校卒業後、一郎後、東京芸術大学声楽科入学。1997年、東京芸術大学声楽科を主席で卒業。 同大学院終了。後に、オペラ研修所の第11期を終了する。文化庁派遣芸術家在外研修院の資格を得て、イタリアボローニャへ2年間研修留学。2000年にウィーンフォルクス・オーパーと2年間の専属契約を結んだ。2004年5月、宮本アモ門演出のミュージカル、バーンスタイン作、キャンディードに、クネゴンデ役で出演した。 2000年代の前半にドイツのアルテノーバから発売されたグスタフ・クーンのいくつかの録音に参加した。2008年2月、コロンビア・ミュージック・エンタテインメントから初のソロアルバム、モーツァルト・アリア州が発売された。4月には、キオイホールで NHK 交響楽団の主要メンバーとの共演によるリサイタルを開催。6月には、東京に機械によるナクソス島のアリアドネで、 セルビネッタ役を演じ好評を博した。こうした活動を評価され、8月に第38回エクソンモービル音楽賞、洋楽部門奨励賞を受賞した。2009年2月には2枚目となるアルバム、カリヨン、コーダ広く愛と祈りを歌うが発売された。タイトル曲のカリヨンから新しい色の祝祭にてマイナスは、コーダの歌声に感銘を受けた。 イタリアのポピュラー音楽の作曲家、ベッペ・ドン・ギアから贈られたものである。同年11月にアルバム、あなたの優しい声がイタリアフランスオペラ・アリア州が2010年11月に天使の糧が発売された。第38回エクソンモービル音楽賞、洋楽部門奨励賞、コーダ・ヒロコ、ビワコホールニュースレター2006.8、20ナンバー6。ありがとうございます。